もう買った時点で買った、ね、そうですね、もう儲かるのはここはもうそうっすよね、ほんとにでも本当に日本人は平和ボケしてるから結構自分があるから芝生のボールだっつって言ったら最悪ですよ買うときに耐えかけるんですよ、まあ、それに一言どうぞ応募したはい、やってきました。よろしくお願いします。もう恒例になってるんじゃないですか。もう恒例になってる。もうここに来るのがなんか恒例みたいな。なんだろう、俺ここで寝たし。そうですよ。竹原さんの家でね。はい。今日はあの不動産についてと。そうですね。いうことで。まあ、海外不動産ね。最近買いましたね。買いました。買いましたね。いやいや本当。怖いですよ、契約書ちょっとくださいって言ったら契約書ないとか言われてないんですよ。何言ってんすかね。いや俺も適当すぎて見たらしっかりあるんで。そう、竹原さんめっちゃきっちりしてるから本当にさ、これやってください、こうやってくださいって全部指示くれるから。でも俺もう分かれへんから、竹原さん分かれへんから勝手に繋ぐから勝手に聞いてくださいってそう契約書なしに結構海外で不動産買ったり騙される人めっちゃいるんで、らしいですね。本当気をつけた方がいいですよ。らしいらしい。なんかドバイで不動産興味あるって方もどこを信じていいか分からないからって言って、うん、DM 来るっすわ。そうそうそう、ね、本当にあの詐欺が多いんで、うんうんうん、やっぱお金持ちが集まるじゃないですか。お金持ちも鈴木さんみたいなやつもう気にしないんですよ、もう適当にやっとけみたいな感じで、うん、ポンポン取られるし、いっぱい来る。僕お金ないけど、別にそんなお金持ちじゃないけど、ドバイに人と比べたら、まあまあ、見ないですかね。はい、ここら辺の人は、ね、はい、おかしいですよね。もうおかしい人いっぱいいるじゃないですか、ぶっ飛んだお金持ち。はいはいはい。でもどうですか、まあ僕は、なんかまあ今回の家は、いいロケーションです。あ、本当ですか。 SLS はいい。あれいいですか。いいです。嬉しい。あれはプロジェクトも、しかもオフプランっていうか、デベロッパーから直で買いました。そうです。あれはめっちゃ強いですね。そうです。やっぱそうですね。上がります。だからデベロッパーから直が、あと2、3個しかなかったんですよ。そうです、そうそう。だからもうここやなって思ったんですよ。人挟んでないっていうか。そう。いや、人挟むのもあれですし、うん、そもそも、セカンドハンドって言って、一回買われたやつってそこに 20% とか 30% マークアップしてから、市場に出す。そりゃそうですよね。だから、うん、デベロッパー直だと、大体それがないんで、うんうん、めちゃめちゃ。その分安いですね。買った時点で勝ちっていう。そうそうそうですよね。だからその買える人脈を持ってる方もね、すごい大事だ。本当そうですよ。そう、人脈で、デベロッパーって大きい不動産に直で大体上げちゃうんですよ、リザベーションで。でもそれを直でできるっていうのは本当人脈だけなんですね。そうですよね、うん、それ大事ですよね。本当大事です。だ竹原さんの家もここも買ってますもんね。でも僕はセカンドハンドで買ったんですよ。でもコロナでがっつり落ちてるから逆にいい値で買っただけだ。あ、セカンドで買ったんだ。そうですそうですそうです、セカンドです。だセカンドっていうのはデベロッパーから直じゃないってこと。そう、誰かから買ってるってこと。そうですそうです。ここの前のオーナーがいて、オーナーから直接買ってる。あ、そうなんだ。もうここの物件はアドレス系はもうないです。ないですよね。僕もだからアドレス好きやから、竹原さんの家も何回も来たことあるから、このマリーナ大好きなんですよ、はい、だからアドレス系がいいって言って探したらもうなかったっすね。ないですね。なかったっすね。え、そのセカンドで買うときって、例えばデベロッパーから直じゃないじゃないですか、はいはい、人から買うときって一括なんですか、これって。一括もあるし、はい、仮想通貨、うん、結構いろんな支払い方。支払い方法は結構その交渉みたいな、はい、そうです。でも基本的には一括ですね。あ、やっぱりそうですかね、はい、クレジットで買えるところもあるし、はい、大体会社の決算なんで、大体この不動産買うときって会社で持つんですよ、はい、で会社の株を買うんですよ。はい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 、そうすると 4% のデベロッパーに払わなくていいし、投機とかも別に買えなくてもいいし、だからすごい楽なんですよね。はあ、そうなんです。そうなんです。すごい、やっぱ詳しいね。みんな買うとき会社で買った方がいいですよ。あ、そうなんですね。辻さんもそうです。そうです。そうなんです。そうなんですね。でも日本でもそうですよ。日本の不動産も、例えば1億円で買った不動産を辻さん個人が持っちゃうと、うん、これが2億円になって売ります。うん、確かに。そうすると不動産売却で、うん、まあ5年以内だったら 40% ぐらい取られるじゃないですか、うんうん、取られますね。でもこれ会社で持ってこれを欲しいって人に2億円で会社を売れば 20% しか取られない。あ、確かに。あ、そういうことか。そうですそうです。会社ごと売るんだ。会社ごと売っちゃうんですよ。 MA みたいな感じですね。そうそうそうです。おー、頭ええな、それ。そうです。さすがっすね。いえいえ、そんな発想なかったわ。確かに確かに確かに。それ大事ですね。まあ、日本の税率はね、やっぱりこのバイアウト、会社をこう、ね、売るときの税金が一番安いから、売るでしかお金持ちになれないですよね。そうですよね。もうそれしかないですよね。絶対そうですね、うん、日本でやるなら。だから俺はもう北新地とか歌舞伎町とかでキャバクラでポン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 シャンパン開けてるやつは、あれは基本的に絶対に脱税してやってると思ってるよ。絶対脱税。普通にやってたら何十億売ってもそんな遊び方できないから、うん、日本の税制上。できないですね。できないですよね。できないです。で、接待交際員も800万までしか切られへんから、はいはいはい、絶対あんな派手に遊べないって、もう
わかんない。結局夜で遊ぶ人って夜が多いじゃないですか。夜ってみんな現金商売 で、うんうんうん、で現金を売り上げ調理をしないで結構現金で貯めてるから、そうですね、使い道がないんですよ、うん、車とか買ったらね、うん、国税庁がすぐ来ちゃう、うん、来ちゃうし、だからあそこだけで現金が強く回って感じですよ、うんうん、そうですね。だから僕らのビジネスなんてもう振り込みじゃないですか、はいはい、手渡してもらうことは、まあ、ないですか。そうそうそう、絶対無理なんですよ、売り上げを振り込みじゃないですか、うん、とかカード引き落としじゃないですか、はいはい、って考えたらもうバレるからさ、無理ですね。どう考えても無理ですもんね、うん、だから昔とかね、建築とかやったらね、こうもう漁師ちょいらんからとかね、やってるとこも多かったと思うけど、もうね、うち美容室とかもそれ、下からさ、も飲食店だったりビジネススクールも全部この引き落としやからさ、そうですね、全部見えるからさ、無理ですね。脱税のしようがないですもんね。無理ですね。だって国税なんて調査入ったら割り箸の数とかでお客さん、うん、ラーメン屋とかやるんで、そんぐらい細かいんで、できないですよ、僕らの場合。確かに、でも竹原さんに言われてみれば、その方法はすごい頭いいなと思うわ。でも例えば海外行って、例えば1億のマンション僕今回買ったじゃないですか、はいはい、じゃあこれ2億で売るとするじゃないですか、うん、十分にあり得る数字じゃないですか、海外で。あります、あり得る数字じゃないですか、リノベーション入れて、うん、で例えばじゃあ1億儲かります、この1億に対して税金はかかってくるんですか、どこに。何にも変わらない、かからないですよね。何にも変わらないですね。だから丸々1億円利益ってことですよね。そうです、そうです、うん、もう固定資産とかもないですし。ですよね。あるとしたらマネージメント費みたいな、ビルに払う月々の1万とか2万円やつとか、あれだけですよね。そうそう、だからドバイの不動産、日本の不動産とかって結局1億か2億になることなんてほぼないし、ないですね。ないですよね。ないですね、うん、ほぼないし、うん、でもドバイやったらそれがありえる、うん、まだね、発展するとこいっぱいあるから。いや、なんか日本とドバイのやり方って全く違くて、まずそもそも論なんですけど、お金がこんだけ世の中に吸ってるわけじゃないですか、うんうんうん、だから物の価値が上がるのは当たり前なんですよ、うんうん、だから物にお金よりも物に変えて買いといた方が絶対的に強いよねっていう前提で言うんですけれども、それでもやっぱり土地によって、日本かドバイとかによって全然違うんですけども、ドバイって不動産を街で開発するんですよ。だから何かっていうと、エマーっていう王族系みたいな、もう民間企業じゃないんですよ、デベロッパーって。このビルを作るのがもう王族なんですよ。だから普通ビル、高級ビルを建てても、スラム街に建てたらここってあんまり価値つかないじゃないですか、うん、でもドバイのやり方って街を1個作ってインフラを整えてビルを建つから、うん、そうや、もうすごい価値が、うん、確かに確かに。だからオフプランって言って建てる前からどん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 集まるんです。確かに。日本は逆じゃないですか、もう出来上がっちゃってるところにスクイーズして建てようとするから、うん、ビルしか建たないですよね。ビルにしか価値がないんですけども、不動産の価値って実はビルとかよりも周りの環境に価値があるんですよ、うん、この周りの環境を作ってビルを建てるから、うん、絶対に価値が落ちにくいみたいなところなんですよね、うんうんうん、確かにその通りだ。だから俺が買った SLS っていう、ね、ホテルレジデンスがあって、やっぱり前にね、ドバイモールを超えるモールが建てられてるし、あそこ今作ってますね、作ってますよね、超えたところ作ってますよね。じゃあもう絶対値段上がるし、そうそうそう、でブルジュハリハを超えるね、タワーも建つって言われてるし、でそのモールを作ってんのもエマーですよね。あ、そうなんですね。全部エマー。やっぱあそこすごいな。いや、ほんとそう。どこもな、ドバイ来たら EMA が、うんうん、そのあれしか見ないですから、うん、それがすごいですよね。うん、かダマックやな。あ、ダマックやな。ダマックは、まあ、2番目、3番目ぐらい、うんうん、そうですね。ただダマックはなんか、あれやな、デザインがちょっとかっこよくないな。あ、うん、ちょっとなんか古っぽいっていうか、はいはいはい、この世の中でね、は思うね。やっぱエマーのデザインそうですよね。だからなんか、そのデベロッパーに言われたのも、こうドバイってさっき言ったように、立ち始めてる途中から買うじゃないですか、もう、はいはい、なんなら土地の時から買うじゃないですか。もうみんな買ってますね。ですね、はい、でも、はっきり言ってドバイって見たら分かるんですけど、結構途中でもやめたって言って、うん、やめてるとこも多いじゃないですか。あ、多いです。だから俺はそのエマーとかダマック の、 このでかいとこのプロジェクトを基本的に買うようにしないと、うん、途中でお金払ってんのに止まってお金返ってけへんから、そこは気をつけなあかんっていうのはめちゃめちゃ聞きました。結構フィリピンとかタイはもう本当にめちゃめちゃその途中で飛んじゃう、やめますよね、めっちゃ多いんで。そうです。だからこそ大手の安心感みたいなところにお金がだんだん集まる、うん、絶対そうですよね。日本でいうと個人でやってるところから住友不動産かの違いみたいなもんよね。そうです、そうです。住友不動産のプロジェクトが止まらんやん、普通に考えて、よっぽどのことがない限りはさ。そうですね、うん、だからそういうとこをちゃんとこう選ばないと、そのプロジェクトがね、お金払ってるのに求まったらお金返ってこないから、うんうんうん、だからそこはほんまに日本人気をつけといた方がいいね、多分。そうですね、今後ドバイで不動産買うんだったら、ね、でも本当に人脈ですね。そうそう、ね、このもう儲かるのはここはもう人脈です。そうですよね、本当に。本当これもっと言ってあげてください。買えないですよ、普通にデベロッパーから直とか。ですよね。買えたとしても本当は誰か挟んでくるから、うん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 、結構そこは本当そうですよね、はい、結局だからやっぱどこ行っても人脈って大切だなと思ったよ、うん、結局法人こっちで建てるのも俺何も分からなかった。竹山さんに丸投げしたしさ、はい、うん、
俺アプリの取り方もわからんからさ竹原さんの人に一生 LINE してこれやってこれやって自分の秘書があるんですかもう終わりましたからね僕の秘書あげますよ手やけん大丈夫嫌だでしょ手やけんは大丈夫可愛いけど本当でもそういうねやっぱ人脈って大事ですよね大事です、うん、本当にだからこそなんかこう俺とか竹原さんが今やろうとしてるのはこう海外にわけわからん来る人たちをこうねしっかりとねいや本当になんかやられたらいいなって思っててそうですね、はい、だからあの LINE グループ入ってくれました僕のクライアントの100人ぐらい入ってる LINE グループ入ってないですよいや本当に通常入ってくれないんですよいや俺なんかうちのクライアントだからドバイって結局2000人ぐらいいるじゃないですか、うんうんうん、500人はあのエミレーツがあるんだとして、うんうん1000人ぐらい駐在で、うん、だから経営者みたいな人って500人ぐらいしてるんですよね。そうですね。その500人のうち100人ぐらいは、まあ、うち経由で結構来てるんで、100人のそのドバイグループチャットがあるコミュニティみたいなね。そうです、うん。それでなんかバーベキューやろうとか、ドバイ行きましたもんね。そうです。みんなね。そういうのをやりたいんですけど、うん、入ってくれないんで。いやいや、今入ってくださ、ね、い。入ります。後で招待ください。じゃあ俺入り方分からへん。じゃあ俺ほんまに分からへんねん。WhatsApp とかでめっちゃ送ってくれるんだけど、分かれへんから。そう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 。でもほんまになんか人脈って大事だなと思って、海外でもやっぱ騙されるのも騙されないのも自分次第やし、結局自分が悪いから、なんか騙されたとか投げてるやつおるけど、いや自分が悪いから、いやでも本当に日本人は平和ボケしてるから、うん、本当に騙されやすいです。そうっすよね、やっぱそうっすよね。でも最近騙されるって言ったらドバイに来る人とかすごいなんかニュースでね、イメージ悪くなってますよね。皆さんもそうじゃないですか。ニュースでなんかドバイに逃亡したとか出てますよね、出てましたね。あれやめてほしいですよね。そうっすよね、まあ、イメージ悪くなりますよね、うん。うん、あ、確かに変なやついっぱいいるんで、うん、気をつけた方がいいですね。そうですよね。だからほんまになんか意味わからない外人とかもおるやろうしね、そこは気をつけていかなあかんなって。タクシー行ったらもう1回目の詐欺じゃないですかね。あ、確かに。タクシー乗ったら普通だったら千里ランで行けるのなんか3000払わされて、そうそうそう。俺だから一番最初その竹原さんに会いに来た時に、竹原さんレクサスめっちゃ高いですねって。レクサスってあるね、普通レクサスのタクシーがあって、はいはいはい、で俺初めてやからレクサス乗りたいやん空港で、それ空港で、はい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 、でレクサスだったら、竹原さんタクシー代ドバイ安いって言ってたよな。いくらでしたっけ。いや1万5000ぐらい取られた15分ぐらい走って、いやいや500ぐらい払ったよ。払いましたよ。普通空港から100何十、そうなんです。4倍5倍取られた。そう、うん、ぼったくられて、竹原さんレクサス乗ったら高いんですよって言ったら、水さんあれ絶対乗ったらダメですよ白タク、そう素人タクシーやから、そう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 、ぼったくってくるのよ。いいねで、だから2回目もレクサス乗ってしまって、俺で乗って帰ったらまたボロられたから、その時切れたんですよ。もうしまぐるボロられっつって言ったら、めっちゃディスカウントされたんです。ディスカウントディスカウントって怖い顔で言ったら、めっちゃ安くしてくれた。そう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 。そうなんです、ね。そう。まあだからね、ドバイはね、いろんな情報ありますからね。うん。うん、やっぱ仮想通貨とかね、まあ、それこそもうメタバースとかも進んでるし、金が流れ込むとかですね。だからやっぱり来るだけで俺は儲かると思う。うん、ちゃんとそういう気持ちで、ね、遊びじゃなくて、うん、本当に情報を取りにとか人脈を作りに、ほんまにそのためだけに1週間10日来たら絶対に俺はそれだけで儲かると思うから、うんうんうん、みんなやっぱそれで来てほしいっていうか、確かに、まあ、9月ね、俺と竹原さんがあやりますね、開催しますから、はいはいはい、そろそろね、日にちもね、それみんないい経験になるんじゃないですか。そうですよね、はい、一回見た方がいいですよ。そうそうそう、だってウォールストリートってあるじゃないですか、うんうん、ウォールストリートってあの金融街ですよね、ニューヨーク。あそこの平均年収って2700万ぐらいなんですよ。めっちゃ高いじゃないですか。でもあれって別に高学歴だからとかじゃなくて、実はお金の話をしてる人がいるから、みんなお金の話をするから高学歴だっていうような研究があって、本当その通りだな。環境ですね。本当環境だと思います。結局環境ですよね、うん。だから9月ね、講演会とこっちで、はい、竹原さんと一緒にね、あとクルージングパーティーをセットでね、はい、やりますから。もうその時はエミレーツ航空を貸し切って、ね、みんな来てほしいなって。はい、ね、日本の日本人だけでね、もう貸し切ってね、来てほしいなって思うし、なんかほんまにまあクルージングパーティーで俺それ全員海に落としたら思ってるから、調子乗ったやつは。あれ TikTok に載せたら、あれレギュレーションダメみたいな。ダメですよね。落ちるの危ないから。そう、あれダメだよ。厳しいっすよ、ね。めっちゃ厳しいっすよ、ね。一回サキちゃん落としましたもんね、僕ら。そうそう、載せたのよ、それ。サキちゃん落としてさ。けけられました。そう、そう、難しいでしょ。そう、そう、まあだから、本当にでもね、それがね、こんな分かれへんのな、うん。なんか、毎回思うねんけど、やっぱこんな分かれへん。俺もだから、竹原さんもなんかで来なかったからさ。竹原さんが何気なく2泊3日、3泊4日で辻さん来てくださいよってこう言ってくれたから、じゃあちょっと顔見に行きますわと、はいはいはい、別にもう特にもうそんなドバイなんてあれやけど、でパスポートなくして、そうそう、パスポートなくしてで、この人さっき帰って辻さんすいません、さすがに僕日本で予定あるんですけど、さっき帰り出して無理ですよ、あれはほんまに最悪ですよ
本当に。でもあれがきっかけでね、うん、やっぱりこうドバイで会社しようと思ったし、ドバイでビジネスとかね、ドバイで家もあれがなかったら買うこともなかったやろうから、すごい行ったり来たりしてますよね。めっちゃしてますよね。すごいですね。めっちゃしてます。だってもう2日後帰りますもん、日本に。また帰るんですか。はい。でまたいつ来るんですか。8月に行きます。ああ、はい。僕ね、あの格闘技の大会出るんですよ。おう、もう多分ね、あの果たし合いですか。いや、ブレイキングダウンス。ああ、はい、出るんです、出るんですよ。決まったんですよ。はい、まあもうまだ発表なんもあるんですけど、これ流れる頃にはもう発表になると思うんで、はいはいはい、あ、そうなんだ、出るんですよ。はい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 。で、相手は経営者なんですよ。もう相手も決まってるんですけど。誰ですか。いや、多分ね、知らないと思います。僕も知らなかったね。だからなんかちょこちょこテレビとか出て、なんかヤンキー社長で。え、それに一言どうぞ。余裕。いや、もうここした。やばくて、マジで。余裕っすか。余裕っす。でもその子はオーディションに来てて、オーディションで一人 KO してるんですよ。あ、そうなの。はい、で弱くはないんです。え、でも見ました、その KO。 見ました、見ました。おー、どうです余裕。申し訳ないけど余裕。いや、これでやられたら笑ってください。そう、実は出せって。じゃあもうドバイ大丈夫だよ。もう、そう、もう本当に出るんですよ。そうなんですよ、リスク背負っていくんですよ。はいはいはい、はい、なんでまあいろいろね、そういうのも楽しみやから挑戦していってね。いいですね。はい、面白いわ。はい、面白いでしょ。はい、なんでまあ今日はちょっとゆるーく喋っていきましたけど、まあだから本当に、ね、不動産とかね、買う人はね、相談欲しいし、一本ね、だから本当に気をつけて。美味しいけど、美味しい裏側には気をつけなあかんこともね、やっぱね、リスクも伴いますからね。いやいや、本当にそうです、うん、だからそこは気をつけて、なんか日本人の方にはやっていただきたいなと思いますね。はい、そんな感じで。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。